カーセリー、グリップヒーターを取り付ける、でございます。はい、まずはですね、そうなりますとグリップエンドですかね、この辺を外すと、はい、ね、まずこれをグリップ左で違うんですよね、ターセリーはね、はい、グリップエンドはね、うん、違うんですよ、はい、で今回はですね、プロトさんのがなかったんで、木島さんでございます、はい、作ってるところは一緒なんじゃないかと、ね、そっくりなので基本的な部分がね、うん、グリップの柄とかあとちょっと違うところはありますが、基本的に一緒ですよね。コントローラーもあと接続のねコネクターとか、ね、一緒なんですよ、ね、作ってる会社が一緒なんじゃないかと思っちゃうんですよね。とりあえずですね、外していく、まずこの前ですよね、2箇所外して、でここにクリップが1個あるんで、その辺プラついてますんでっていうことなんで、早くやらなきゃいけない。プロトさんの場合は接着剤が付属するんですけど、瞬間、しかも瞬間接着剤、ね、はい、木島さんの場合は付属しないですね、接着剤ね、まあ、自分で用意してくださいという感じです。でこれ外しますね、はい、で外しますと、以前ここにコブライプつけてるんですけど、リレーつけてるんじゃないですか、うん、で余ってるはずなんですよ。時間的なものが絡んでいると、ね、焦りみたいなのね、出てきたりとかね、いやいや別にそんなに急がなくてもっていうね、あれはあるわけですけど、これね、でこれをこう下ろしてこっちになるんで、ここにちょっとそのままぶつかっちゃいますから養生してやるんですよ。ラジカルミラーね、大丈夫？いけるか？ビニールペーパーやらなくてやるんだよ。とりあえず下は外れた。さあ上を外すんですよね。OK、これちょっとずらしますよね。下にこうやってね。はい、で、グリップ抜かなきゃいけない。はい、左右のグリップを抜いて。で、やると、スムーズにね、で、
これ多分ちょっと削らないとさすがにね自分をね、削り取んなきゃいけないので、このままだとやりづらい、やりづらいから外します。はい、外します。はい、2ピストンもね、ここね、上外して、そしてそしたら、でもカッターでもいいかな。これだけなんで、ちょっとカッターで、試しにカッターでやってみて、削れんね。大変そうだったらもう、ディスクグラインダーを使って一気にバーってやっちゃいます。はい、そうで、メーカーによっては、最近はもうこれが組み込まれてるやつね。で、ここの部分入れ替えるっていう、ここはみんな違うじゃないですか。車種によって。メーカーにもよってね。だからこう入れ替えるっていうようなのがあるんですけど、過去に、それで結局ね、合わなくて、つけらんないっていうね、はい、ありましたね。だから、まあそれからはですね、やっぱり普通のこういうグリップ、これを純正のを使う、そういうやつのがいいんだなっていうね。もしくはまあ、例えばホンダだったらホンダ純正のグリップヒーター。あれはもうスロットルがもうね、組み込まれてるんで、さすがに純正のはもう何の問題もないので。まあでもどこのメーカーもね、アクセサリーも買ってもらおうと、ね、いうことで、あれなんじゃないですか。本田さんね、はい。でももしかしたらね、あの方が生きてたらね、うちはバイクを作ればいいんだ。ね、アクセサリー、そういうのはそういうのを作る会社があるんだ。そういうところの仕事を取っちゃいかんって昔そういうふうに怒ったことがあるらしいですけどね。そんな話をねテレビでやってましたけど、うちはバイク屋なんだ、で、まあグリップヒーターに関してはねわからないでもないです。 PCX っていう車両は大変すぎるんでグリップヒーターを外すのが、取り付けるのが、外装外すのが大変ね。外装外すのが大変なんですよね。まあそれでなるべく簡単にね、言い方を変えれば販売店の負担を減らそう。いい表現だな。なのかもしれないし、言い方もちろんね、内容か別のことを考えれば、ね、メーカーが いっぱい儲けようとね、うちが一番儲けるっていうね。販売店にはね、販売店はそんな儲けなくていいよっていうね。ほら、コーチのところでね、で、販売店が儲ける部分をメーカーの方がその部品代でもらおうと、いうあれじゃないですか。社外のグリップヒーターとかつけられてたところをね、全部純正つけてくれっていうね。まあそれは、じゃあいっそのこと標準製じゃんね。標準装備じゃダメなんですかね。アクセサリーがいいみたいですね、あれね。無駄でしょ？今は、ね、そういう無駄をなるべく省く時代ですよ。どうですか、皆さん。無駄を省く時代ですよね。何が無駄かっていうと、グリップヒーターって交換したら、ついてたグリップどうするんですか？結局、ゴミでしょ？ゴミを減らそうというね、ことを今、いろんなところで叫ばれているのに、メーカーがそれやっちゃいけないですよね。そう。標準につけりゃいいじゃないですか。そしたらいらない、ね、そんな余計なのも ないしね。だって標準でついてるオートバイありますもんね。ダメですか、ね、メーカーにのあれを言うなんてとんでもないやつだ。大丈夫、うち販売店じゃないから、何言っても大丈夫。何言ってもじゃないですよ、名誉毀損とかになっちゃダメですからね、それはまずいですから、ね、顧問弁護士の何々を過ごしますから来ちゃってね、やばいですから。そちらさんの何月何日にアップされてる動画でなんてね、はぁっつって。またそうやって言ってくれればいいですけどね。いきなりなんかね、内容証明かなんかで、手紙が届いて。もうアウトですよ。どうしたらいいんだろう。ここに厚みのあるのが2つあるんですけど、すごいのが。これを削るのが怖い。
セリはでもそんなでもないのか。なんだろう、 GP かな。もう絶対まグリップが空回りしないぞみたいな。接着剤が要は塗ってない代わりにもうきっちりはまってるやつ、やばいっすよね。カッター折れないだろうな。これマフラーの、ね、交換をっていうことで、スプリング最後、スプリングなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、フランジなんていうかね、マフラーバンドで止めてるからね、ネジで。でも一応スプリングもあるんですよ。だからスプリングをかけようと思ったら、だから中古だからスプリングも古くて、引っ張ったらバーン折れて、なんかどっかなんか向こうの方で音がバーンボーンとぶつかったみたいで、危ない危ない。そんなのもし目なんかに入っちゃったらもう大変ですよ。いやー怖いなー。だからちょっと危険を感じたんでゴーグルしなきゃダメですね。ゴーグルね、はい、そういうのね、そういう方かやっぱりあの古いのはダメ、危ない、うん、ああいう特にああいうのは、うん、常にそういうのを新しいものに変えなきゃ危ないんだなとかね、うん、そんなこと思いましたよ。のた打ちもありますよ、そんなのね。メニューに入っちゃったらね、はい、よし、削った。どっちだろう、K が大きい方でしょ、こっちだ。あ、大丈夫、入る、うん、まあ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 って感じ。じゃあこれを戻します、はい。そしたらね、はい、これを戻してで、やりましょうよ。反対側あれだ、ゴムのりがベタベタ塗ってあるから取らなきゃ。これはあのちょっと塗って、塗んなきゃダメですよ、こういうなんか潤滑剤系を、ね、潤滑剤を塗って、それかこれね、車種によってみんな違う、こういうのは違うから勝手に遊びの量を調整して大丈夫でしょうか。そうしましたら、とりあえずこっちはこれですね。でこれは、まあ、ぐらいかな。また固まる待つしかないですよ。これ引っかかりそうだけどな。よし、そしたらばボンドを塗って、耐熱性に優れるのこれ。そしたらやるか。置換性のあれをつけて。パーツクリーナーで、あれ、よいしょ、オッケー。そう、ボンドつけて、でパーツクリーナーをですね塗ってズボーって入れるっていうね、はい、そんなのサービス前に確か書いてありますよね。で、まあ、そのパーツクリーナー飛んじゃうんで、それで最後固まるっていうね、まあ、ことだと思うんですけど、とりあえずね、ただちょっと固まるまで時間かかりますよね、これはね、こっちはね、うん、よし、そしたらグリップエンドつけちゃおうかな。こっちは余裕があるんですよ、ってもんなんですよ、うん、こういうふうに、とりあえずついてたのも使いますか。3本しか入ってない3本しか入ってないのこれ。あとエレクトロタップ、ち
ちょっと3本は少ない気がするな。コスト削減ですかね。なるべくね。しかもなんかすんげえカチカチ。面白い。上から行った方がいいかな。ヒューズボックスなんですよね。大きいね。これはこれでちょっと厄介。これ外さなきゃダメか。やっぱり邪魔だ。危ない。つけたままやると。なんだこれ。全然大丈夫。ヒューズボックスがちょうどこの端線についてるヒューズボックスと一緒だから、その上にくっつけられる。はい、あと配線なくすれば。おお、すげえ。いいじゃないですか。なんていう。